神奈川県吉祉軍の範囲吉祉軍は神奈川県にあった軍。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は大ねかきの区域にあたる。行政区画として発足した当時に隣接していた軍は以下の通り。かつて軍画が,が置かれたと推定される地域に立つ養合寺は仏教伝来間近の7世紀頃まで遡る遺跡が、 見つかっている文明は、かつて吉祥軍内であった、現在の川崎市高津区、下口藤見台に、音立花姫の御領とされる、藤見台古墳があることによると伝えられる。その近くの高津区下口には、日本穂高、音立花姫を祀る、吉祥神社がある。吉祥軍側と非行政の変遷については、遠隔で口述する。1、神奈川町に小安村さん 小津く江村4、大光村5、朝日村6、聖美代村7、川崎町8、大志河原の村9、田島村10、町田村11、三幸村12、住吉村13、日吉村14、高津村15、中原村16、吉村17、向ヶ丘村18、宮前村19、生田村20、稲田村21、小戸谷町2、宮川村23、矢崎村、 神奈川県市別編一人物による、ありがとうございます。